プロスペース、はい、やってまいりました。とうとう来ました。プロスペースの生放送でも言いましたけども、イチローセレクション期間限定ガチャでございます。今日はね、こちらをやっていきたいと思います。でもね、その前にちょっとね、こっちを見てもらいたいんだけども、このスピリーグ監督契約書取ったのよ。やっぱ田村欲しいじゃん。しかも俺が取れたらね、ここで選択契約書でね、田村が取れるっていうね、ところで誰が当たるのかっていうね、中でですね、引いたのはですね、こちらです。ひじり様ね、足は速い。でも、ザッキーチームには、ちょっとね、用事ないっていうところで、残念っていうね。で、続いてはですね、こちら。なんとね、OB、頑張ったのよ。やっぱ山本浩二さんとかタイロンを打つとか欲しいじゃん。で、前のね、ガチャでやって確定は森進二さんだったけど、俺の中では一番用事なかったっけ。だから、なんとしても行こうっつって、頑張ったの、ランキング。66,840 に入って、なんと 10% OB 契約書。この 10% にかけて、タイロン打つね。山本浩二さんとか、危険かなと思ってね。だ、結構欲しい選手いっぱいだから、そんなね、確率は悪くなかったんだよ。誰だっていうね。おおと思ったら、あ、10% 当たったよっていう。10% 当たったよ、し、誰だと。もう当たって、こう S 出ることでも奇跡だったわけ。ね。めっちゃテンション上がって、引いたのよ。そしたらこちらです。じゃーん、森進二さん。嘘やろっていう。これ相当な確率よ。宝くじだったら一等レベルよ。こんなね、最近、全く引きがよろしくないのよ。里崎ね、取って、で、極みにして、選択の A もね、里崎取って、こうね、コンタクトヒッターをつければね、同時になるの。一回頑張ろうとしてね、やった結果、逮捕。まさかの、ミートが B になる。バカかっていうね。これはもうパワーマイナス1、ミートプラス3にして、初めて同時になるコンタクトヒッターをね、1個、星につけなきゃいけないから、契約書使わないでやったら、もうこれね、外すしかない。ね。せっかく B にあるのに C にしてどうするんだっていうね。今回はですね、まあその中でね、もう一回ね、もう一つの A があるから、それをね、極みにね、してきたから、ラスト1回、コンタクトヒッター、ね、のみです。こちらね。だからね、1個にしよう。1個つけていこう。これで2が上がるからね。星2のコンタクトヒッターのみ欲しいからね。1個つけよう。それでは、ミパ同値になるのか。レッツゴー。最後のチャンス。最後。頼むよ。来い。音は？どう？ラン・エンド・ガン。これどうなの？ラン・エンド・ガン。パワー1上がったわ。まあまあ、いっか。あとね、このね、スピリッツ4106になってるし、特殊やって、守備へね、あと早急 B、肩 B にしときました。しっかりやれてね。これで佐々木、レギュラーです。さあ、そして続いてね、こちらです。S ランク選手1人確定、運試しで。行きましょう。さあ、でも S ランク絶対1人当たるからね。だから頼むから、新シリーズね、まず行きましょう。運試し、レッツゴー、無料だからね。来い。お、2枚取り行きたい。2枚取り行きたい。カモン、これレインボー。レインボーからの踏み出しレインボー。お、2枚取りあるんじゃない？あるんじゃない？あるんじゃない？カモンカモン、シリーズ2来てる。2枚。おっ、いいよ、いきなりかと思った。山崎幸太郎、日本シリーズ頑張れね。吉田、日本シリーズ頑張れ。おっ、比嘉、日本シリーズ頑張れ。おっ、日本シリーズ進出者ばっかり来てるぞ。村上、日本シリーズ頑張れ。わお、オリックス、ヤクルトばっかり来い。中村晃、極みにできます。ちょっとでもちょっとずつ下がっていってるね。よし、日本シリーズ頑張れ。清水。おお、栗林。WBC 頑張れ。おお、山田。日本シリーズ頑張れ。飛ばあるのか。ね。ああ、噂は来年頑張れ。日本一狙ってるらしいよ。あ、2枚取りじゃん。カモン。森浦。来年も頑張ろう。まあまあまあ、でも、2枚ね、取れたから、OK にしましょう。じゃあちょっとこれね。見ていこう。ジョーンズ、アンドリュー・ジョーンズ、打率めっちゃ低かったけど得点圏いいしね、出塁率高いのよ。でミートパワーね、称号では A に乗るね。でも守備がもう E だね、 DH 専門だね。まあザッキーチームには用事ないね。これでもバリバリメジャーの時だったらダイヤモンドクラブ9年連続かなんかメジャーで取ってるからね。アンドリュー・ジョーンズ、
しかも俺あのアトランタブレーブスの時のアンドリュー・ジョーンズのホーム&ビジターサイン付きユニフォーム持ってるからめっちゃ価値あるんちゃう。続いてジョージマミパドーチいいじゃん。ジョージマ欲しいけど当たんないでほしい。ジョージマ当たんないでほしい。ジョージマが当たっちゃったらジョージマレギュラーにしちゃう。俺が補欠になっちゃう。いい選手、これかなりプロスピ的には当たったら俺がもう補欠になっちゃう。いやー複雑。でも人来たし、人来たと思ったら宅配あのなんか出前の店だったわ。しかも俺連絡してないのに違いますよって、うちじゃないよっていうね、間違いだよ。張本さんミート S 飲んで高弾度、守備はあれだからもう DH いいね。秋山さんパワー走力同値いいね。ミートがなんでこんな低いんだろう。守備へいいね。パワープルヒッター通りちょっとあれだね、称号が微妙だね。あ、特殊能力かね。ついで金田さんいいね。これあれだ、 D カーブと D カーブ。あ、俺金田さん S 持ってるからね、前のやつ。金田さん欲しいね。いいね金田さん、これだってあの大会ルールとかだったらめっちゃ強いよ金田さん。かけうさん一番欲しい、もうすぐあの継承できる、もう一番欲しい。かけうさんこのユニフォーム懐かしい、しかもめっちゃ若い、ヘルメット耳ない、めっちゃ昔。王さん欲しい、やっぱ王さん欲しいな。もう即レギュラーよ王さん来たら。もうアーティスト連発存在か、連発、そんなに打てる能力が俺にない。続いてあ野村健次郎さん、俺野村健次郎さん持ってるからね A とか。しかも11は全同値は無理だね、これね、何かの同値はできるね。うん、ショートいいね、いいね、いいね、野村さんいいね。続いて松坂、中日の時だ、だから圧倒的数値じゃないんだね、これは。西武の時だったらすっごい数値だけどね、ツーシームついてる、ツーシームついてる。うん、まあまあいいんじゃない、まあ同値にできるね。あ、全同値いけんじゃんね、下手したら松坂ね。続いて佐々木さん欲しい、もうずっと欲しい佐々木さんは本当に。続いて福浦さんへえ、用事ないな俺のチームには。昼間請求スタミナ同値、これリーグで最強、もうリアタイじゃ絶対使えない。しかも昼間の S は何気に持ってる。え、じゃあ俺用事ないのは、あ、福浦さんとアンドリュー・ジョーンズだけだ。12分の10当たりだ。でもジョージマも当たりのようで外れのように当たり、複雑。これはしかも9回中ね3回確定だから、まあ、自チームだけちょっと変えとこう、今楽天になってるから当たったらジョーンズ引いちゃうからね、から自チームだけ変えて5枚引こう、運試しね。それではやってまいりましょう。一応ね自チーム阪神にしといた、やっぱ掛布さん欲しいっていうね、で打ちやすかったしね、使ってみて。さあということでいきましょうね、3回目、6回目、9回目、確定ね。5人、5回欲しい。レッツゴー。まあ、そんなね、そんな融通ね、そんななんでもかんでもいけませんってことかな。飛ばなかったら、S 確定だよ。ほら、全ノーマル。これ、全ノーマルはね、100% だよね。80% S 確定。全ノーマル。王さん B。A も欲しいな A。 あ、山本しろ、ほらほら S 確定だったよね。上本頑張っていい形シリーズ1ウォーカーほら全ノーマル 80% の確率で S 確定な、里崎調べると、もう俺だともうほんと9割近いけどね。でも引こうぜ、 S5 個は引けそうやな。さあ2回目、来い。じゃあ調子くんからの全ノーマルじゃないとダメだからね。
やー月が出てたからな。いやー落とさせない。飛べ。これもうこれダメだ。全ノーマルじゃない。だからもうあとは A の B の刺さりさ。A のセレクション欲しいね。A のセレクション。上手。あーいいぞ。チーマウチ。さあ続いて3回目確定よ。さあレッツゴー。ね、絶好調2枚引きあるね。これでレインボーからので、踏み出しレインボー。あ、ここがねレインボーじゃないとなんか微妙になってくるんだよね。2枚いこう。セレクション2枚いこう。セレクション2枚、カモン来い。安楽も欲しかったけどね、セレクションのやつを極みにするために。来い王さん、よし来た。王さん3枚引きちゃう。これ最後もあれだもんね。王さん来た。来いジョージも、俺レギュラーじゃなくなった。せっかく特殊もして称号チャレンジもしたのに。ザッキーチーム、秘宝です。ザッキーチーム、取ったばっかりの、しかも特殊継承しまくったのに、里崎智也補欠決定です。同級生の城島に負けました。さあ4回目です。もうすでに S4 枚引いてますからね。A も出てきてほしいわ。なんか、いや、俺、城島も王さんも A 持ってへんから、限界突破工事使わなきゃいけないのよね。かっ！いやー。今、もうスポナビでロッテの2人。戦力外通告、どういうふうにやっていうのが期待上から。A 欲しい、A の城島父さん欲しい。どうなの？ A の城島父さん。クーリー、あれ、俺限界突破コーチ8枚しか持ってないから、選択、だから2人を極めできるのは完璧なんだけど、他に出たらできひんで、どうすんねん。5回目、レッツゴー。確定。フラッシュ来い。掛布さん来い。掛布さんなら俺、何もいらない。普通にもう継承できる。掛布さん。掛布。カモン。あれ笑わへんのかい。A 欲しいよ。かっけふ。来い。いや、正木康明、メジャーで頑張れ。日本シリーズは。いや、川端、日本シリーズ頑張れ、代打。さあ、6回目、確定。同じ人はいらないよ。ね。掛布さん。阪神してるよ、自チーム。掛布さん。ほら、何もない。これまあノーマルだったらね、当たりっていうのはよくわかる。ほら、こう、あ、当たれ。ああ、これ飛ばないんだよ。確定だから。ほとんど。で、笑うね。さあ、かっけ。ふっ！おい、川越。全然 A のセレクション出えへん。さあ、最後です。かけふさ。松坂、オッケー。極みにできないんちゃうかっていう。じゃあ、あと3回いきます。ね。今までもう、かぶりもないね。熱いね、札。8回目。レッツゴー。7回目か。来い。もう、あと、掛布さん引いたら完璧よ。掛布さん。カモン。カモン。
達夫。今のギャグは分かるかな、ギャグじゃないけど人の名前言ってるだけだけど、カモンカモンカモン、飛べ、笑え、来い、あと A 来て、 A の王さんと松坂と城島、 A のもう A な、もうこれ言うたら S と一緒の状況よ、どうなの、A のセレクション絶対けえへんな、 A のセレクション来て、ああ鈴木大地もういっぱいいる。さあ続いて8回目、ね、欲しいのは掛布さん一番ね、さあとカレンダーさんも欲しいけどね、レッツゴー、8回目、カモン、光、おっしゃ来た来た、あとはセレクション来るかどうかや、長司君打ってくれ、調子君打ってくれ、打ってくれ、かけるさん打て、ああ打てへん、さあカモンカモン、セレクション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 、当たってよ、さあいつ来るの、いつ来るの、来い、ああおわ木山さんの絵でも S 引いてないから、来い、いや西勇気どこに行くんだ、 FA 残留か移籍か、いや森脇、さあ最後 いや結構引いたね、だってセレクションだけで王さん松坂城島でしょ、西でしょ、安楽でしょ、あともう一人誰か引いたな、忘れちゃった、誰かでしょ、6枚引いてる、7枚確定、上等だね、最後に見せますよ皆さん、2枚引きで掛布さんいます、さあ掛布さん最後の最後で引こう、レッツゴー、いやこれ1枚っぽいな、 A のセレクションも引きたいんだよね、よっどうなの、 このなんかね光るの、当たれへんな、掛布さん来てくれ、掛布掛布掛布、王さんへ、よっしゃこれは最高、佐々木さんでもいいよ、 B じゃなくて S のね、あ、掛布さん、さあ最後阪神の掛布さんを獲得して皆さんお別れしましょうね、皆さんどんなガチャ一応セレクションでしたか、それではまたの投稿をお待ちください、日本シリーズはね始まりますから皆さんね楽しんでいきましょう、さあ最後掛布さんカモン、張本さんでもいい、